ペレットストーブ専門店、渋川市ペレットストーブ群馬です。え梅雨明けも間もなくというところで、ですね、えー、早く天気が落ち着いてくれたらいいなというふうに願っておりますけれども、さてですね、今週は、えー、先月にですねご契約いただいておりますお客様のです、ね、ペレットストーブの設置工事ということになります。16日を予定をしております。天気予報もですね、週間天気予報を見るとまあ落ち着いているということなので、 おそらく予定通りいいけるとううふうに思いますそれとですね、先月以来ですね、お打ち合わせをさせていただいております、まキストーブのお客様ですね、こちらはですね、私どもがあの唯一というか、あ,の、えー、あまり多くまキストーブを扱っておりませんけれども、針葉樹でも竹でも紅葉樹でも、材料にですね、あまり制約を受けないという国産の木製素産のストーブのですね、設置依頼がありまして、こちらの方もですね、リフォームに合わせて、 設置をするような運びになりましたいずれにいしましてもコロナ禍の中でですねお仕事のお依頼をいただけることに感謝いたしますペレットストーブメンテナンス審査設置また群馬県で初めての電気を使わないペレットストーブに関することで何かございましたらペレットストーブ群馬までお問い合わせください